いつか叶えたい密かな夢や野望を教えてください、うん、はい、あ、書いてるか、はい、密かな夢や野望は、まあ、それは今やってることとも地続きにあるんですけど、うん、子供の居場所を、うん、子供たちの居場所を作りたいっていうのをずっと思ってます、子育て始まってから、うん、うちの子が女の子が2人いて、うん、まあ、自分の同棲っていうのもあってずっと、まあ、今高校生と小学2年生がいて、うん、子育てしながら自分の子供の時のことをすごい思い出すことが多くて、うん、高校生までの自分が、地元が名古屋なんですけど、うん、名古屋に行った時の自分をすごい思い返して、うん、まあ、30年とか経ってるんで、その頃のことと比較して、あ、こうだったらこうだったらっていうのがすごく思うんですね、うん、で一番思うのがやっぱりもっと自由だった田舎だし、うん、私が子どもの頃って行くところがたくさんあったんですけど、うん、やっぱり今子育てしてみると子どもが行く場所がすごく少ないなと思って、うん、で働いて、お母さん働いてると学童に行くなり、うん、ちょっと年齢上がるとやっぱ習い事をみんなはしごして、うん、で遊びに行くにしても公園もまあ少ないし、うん、鎌倉に自然があっても、うん、子どもだけで行くっていうのがなかなか難しかったりして、うん、結局親が一緒に行くなり、うん、子どもだけでこう冒険っていうか遊べる場所がすごく少ないなって思ってて、うん、で自分の田舎では、まあ、別に自然はあんまりある場所じゃなかったんですけど、うん、名古屋の市内で、うん、なんか商店街のアーケードがあって、うん、そこがもうみんなの遊び場になったり、うん、自転車屋さんが面白い自転車みたいのをなんか、まあ、商売半分で乗らせてくれる自転車屋さんがあったり、うん、おもちゃ屋さんの前にゲームとか、なんて言うんですか、車走らせるやつとかで遊ばせてくれるおもちゃ屋さんが商店街の中にあったり、うんうん、そういうちょっと、まあ、半分商売なんだけど、あと駄菓子屋さんもあったり、うん、なんかそういうお店がいくつかあって子どもたちが自由に行ける場所が、うん、なんかそういう場所が作りたい、公園なのか、うん、児童館みたいなものなのか、うん、学童的なものなのか、うん、まあ、でも習い事じゃなくて、うん、でもこういうことしてるんでなんか作ったりすることが自由にできる場所なのか、うん、なんかそれはすごくずっとぐるぐるしてるんですけど、うん、なんか小さい子からやっぱ、であと中学生ぐらいになると今度なんか、うん、お茶するとか、なんかショッピングに行くとか、結局そういうところしか行くところがないなっていうのを見てて、何か面白い仕組みが作れないかなっていうのはずっと野望、うん、あります。